としてお互いの評価について語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。新ハドサインみたいなと思って彼にしたことは覚えてないですけど僕ね、技術的に彼から指示受けたことないんですよさあ今回は野球人としてお互いの評価について語っていただきたいと思います。よろしくお願いしま す。もうね、先ほどからもこう一緒に自主トレをやらせていただいたなどのお話を聞いておりますけれども、はいはい、坪井さんは1998年に入団、うん、で、関本さんは1997年に入団ということで、うん、年齢は坪井さんの方が上、うん、ですけど阪神の球団としてのこの入った年齢としては関本さんの方が先輩っていうことになるわけですよね、うん、そうですね。こういったこのお互いのこの第一印象ってどうだったんですか。最初にだから2年目の、自主トレぐらいの時に坪井さんが入寮してきて室内練習場でバッティング練習をしてて、はい、まあ新ハドサインみたいなと思って、オープン戦始まっていってもずっと結果出してはったんですよ。社会人から入ってきてるから、やっぱり高校から入るのと社会人から入るのって全然違うんやなと思って、すぐ結果出るんやなと思って、やけどプロ野球の世界は甘くないからシーズン入ったら打てんくなるんかな、この人でもそうなんかなと思って、だからそのまま打ったから、はい、うわやっぱすげえなと思って今よりもっとあの侍やったんですよ、はい、坪井さんって、はい、もう他の人を寄せ付けないオーラがあって、僕もそれまでは寄りついてなかったんですけど、なんか自分をこのまま変えじゃダメだなとか変えなきゃいけないなと思って、あえてこの厳しい坪井さんのところに飛び込んでいったら自分が変われるんじゃないかなと思って、あんまり面識ないんですけど、練習一緒に自主トレやってくださいって言いに行ったんですよね、はい、それ何年目やったの。僕ね4年目ぐらいやってたんちゃうかなと思うんですけどね、3年目か4年目ぐらいやったと思う。結構若かったんです。その時のこと覚えてらっしゃいますか。覚えてます。僕ね、自分が侍とかは全然思ってないんですけど、その周りを寄せ付けない感じっていうのはすごい周りから言われてて、はい、どっちかといえば後輩がすごい僕に気遣ってくるのは分かってたんですよ。かといって僕がその後輩を可愛がる感じもなく、もう自分のため、うん、自分のことで精一杯だったんですけど、彼はね、なんかね、結構グイグイ来たんですよ、はい、なんかね、言い方はおかしいですけど、ちょっとこうね、おちょくってくるんですよおちょくってくる、なんかね、こう結構グイグイ、はい、坪井さんって来てくれて、はい、珍しいタイプやなっていう感じはありましたね。じゃあ逆にこう、それぐらいこうグイグイ来てこられたから OK したというか、そうですね、受け入れたっていうのも一つあるんです。なんかね、あんまりグイグイ来る後輩がいなかったんですよ。でもその自分がもうノーと言えない人の下に継ぐいた方が、自分の性格的にもう逃げれないところに行った方がいいなと思って、何か自分を変えれる人はこの人しかいないなと思って行ったんですよ。でもあれじゃないの、おちょくってるつもりは全くなくてあのそのフロリダの後、そのフロリダの後やと思う、ね、うん、2人とも怪我してて、はい、で球団の行為でフロリダのタイガース、フロリダのデトロイトタイガースの、うん、施設を借りてリハビリにしに行ったんですよ、はい、でその時の練習してる風景を見て、あ、この人のところに着いたら自分は甘えれないだろうなと思って、その後にですね、自主トレ一緒に行った。じゃあそのフロリダが一つのきっかけになったんですね。きっかけですね。坪井さんを知ったきっかけですよね。やっぱでかいじゃないですか、はい、どっちかといえばこうスラッガータイプなんですけど、はい、その時にはもう自分の生きる道っていうのをこう感じてて、俺はもう振り回したらダメだって多分分かってたと思うんですよ、はい、だからバット短く持ってもう右に打ったり、うん、そのバントめちゃめちゃ上手かったんで、うん、バントはもう絶対失敗しないだったり、まあ、あと守備ももちろんそうですけど、そういうこう生きる術をなんか見つけた時期ではあったと思います、はい、実際その自主トレ参加してみて、うん、いかがでしたか。これもう何年もそっから続いていくんですけど、そのちょうど僕がねまだ2軍で1軍にも手のかかってない時から自主トレをやってもらって、でだんだんこう自分が成長していく時に何年か後ぐらいに一軍のバッターの心得を聞いたんですよ。はい、俺覚えてないやつ。覚えてない一喜一憂するなって言われたんです、うん、打っても打たなくても一喜一憂するなって。で僕ってね、そのなかなか打席のチャンスもないから、アウトになったら次の打席もらうまで長いんだ。ほんならずっと落ち込んでたらもう気持たへんと、うん、常に新鮮な気持ちで前打席行け、で1打席目を大事にしろ、最終打席を大事にしろ、はい、っていうのをずっと、それから引退するまで
ずっとそれだけを心に留めて、はい、一喜一憂しちゃダメだ、はい、一打席目を大事にいくんだ、最終打席をおろそかにするなって、うん、こんないいこと聞いたのに。いやめっちゃいいことだね。どうですか？俺もそれはでも最初から最後まで俺もやってました。彼にしたことは覚えてないですけどただそれはずっと僕もあの現役の間は考えてやってました。あとねもう一個すごく重要なことが、その試合の結果で自分の調子を測るなと。自分のバッティング練習とか、まあ、普段の自分のバッティングを見つめた時にこれができてたら大丈夫っていう指針を作っておきなさい。覚えてますか？あの彼に言ったことは覚えてないんですけどまあでもそれはねすごくプロ野球選手で一軍にいる選手っていうのは調子が悪いから打てない、もちろんそういうこともあるんですけど、調子が悪くても打てることもあるんですよ、はい、逆に言ったら調子が良くても打てないこともあるんですよ、うん、でもそこの結果でこう左右してしまうと、うん、もう何が調子いいか悪いか自分のバッティングが何なのか分からなくなるので、例えばこういう凡打が出てるときはヒットにたまたまなったけどこれまずいぞとか、あの逆もしかりですけど、自分を常にこう第三者の目で見てこういうときは大丈夫、こういうときは危険だぞっていうアンテナを常に張っとかなきゃいけないっていうのは思ってましたね。逆にこう坪井さんがこう関本さんからこうなんか刺激をもらったりとか学んだこととか、なんかヒントを得られたことっていうのはあったりするんですか？うん、やっぱりこう徹底して自分の生きる道を探っていったっていうのはやっぱすごいことだと思いますよ。ブンブン振り回して前に飛ばないバッティングをずっと気づかずにやってたら多分今の彼はいないと思うんですよ。もうインコースでもぐーしゃーって詰まってセカンドゴロ打つ、進塁打打つっていうスタンスがこの身長だったらやっぱりこう自分を捨てれない人って多いじゃないですか、はい、やっぱりあんなバットこんな短く持ってますねこれぐらいですこれぐらいです脇腹ドーンってなるぐらい短く持つじゃないですかまだ当たったことはないですそこがもうやっぱりすごいな、なかなかやっぱりね、うん、捨てれないですよね、うん、きっかけあったんですか？何かきっかけはね、僕ね2003年の日本シリーズの第7戦に僕初出場して、はい、その時も調子が良くなくて、でバット長く持って打席に1打席目行って打てず、しかも第7戦って3勝3敗で勝った方が日本一でしょ、はい、そういうことですね、はい、でそこに9番サードで星野監督が起用してくれたわけですよ、はいはい、あの今までホームランばっかり狙ってきたけど、なんかこの先の野球人生で日本シリーズにもう出れないかもしれないから、うん、ヒットを打ちたいなと思って、はい、考えてた時に自分のバットじゃなくて横に折った浜中のバットちょっと貸してくれと、はい、で持ってみたらバット短いところがちょうどバランスいいぞと、はい、でそのまま初めてバット短く持って打席行ったらホームラン出たんですよ、はい、であバット短く持ってもホームラン出るんやったらもうバット持って確率上げていった方がいいやんか、今までブン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 振り回しても全然打たれへんのやったらバット短く持とうかっていうのがその打席だったの。日本シリーズでスタメンでってすごく大きなチャンスでもあり、うん、こう緊張もする状況なわけじゃないですか、うん、その中で自分のじゃないバットを使うって一つの大きな勇気ですよ。でもそれぐらいね、自分のバットってシーズンオフにバット工場行って1年間戦う、まあ、相棒を削ってもらうわけなんですけど、そのバットを持って打てる気がしないぐらいもう追い込まれてたのと、プロ年数って7年って言われてるんですけど、僕それ 6年目のことやから日本シリーズがね、はいはい、いよいよもう自分が平均年数に差し掛かるタイミングでのチャンスやったし、いろんなことが重なった時に短く持ってホームランが出たんですよ。へで、ちょうどその時見渡した時に、あ、いろんなポジション守れる人おらへんな、内野手におらへんから自分がいろんなポジション守れたらとりあえずベンチにおれるかもしれへんな、でベンチに折れるっていうことが結果的にチャンスにつながっていって試合に出場が増えていったっていうことですね。それを見てじゃあ坪井さんは刺激を受けて。僕ね、技術的に彼から刺激を受けたことないんですよ今でもというかコーチの間、去年ねもう選手に言ってたことが一つあって、はい、彼から学んだ唯一の、お、来ましたよ、大関さん、はい、バントの技術なんですけど、はい、そのバントの練習するときはもう本当この辺に落ちるぐらいバントを殺す練習をしますっていうわけです、はい、でそのやり方をちょっとこう口では説明できないですけど、もうバットの先、もう土先に当ててポトンと落とす練習を僕はするんですって、それを僕もするようにして、はい、
それからもうあのバントがすごいこうなんていうんですか、余裕が出るというか、バントのサインが出た時にあ、はいバントねってできるようになったのが、それがきっかけです。東芝に自主練行ってる時に東芝のメンバーにそれを言ってたんです、うん、それを僕がわあそうなんやと思って自分のものにします、はいはい、で今あの今で去年までベイスターズで、はい、いやお前なってバントこうやでって俺のあたかも自分の言葉のように俺のバントが苦手な人っていうのはバントのサインが出たらまず動揺する、うん、はい、必要以上にファーストとサードが近くに感じる、はい、ほんで結果的にどこに転がさなきゃいけないかっていうイメージが湧かないままやっちゃう、うん、これも失敗するんですよ、うん、でも成功する人っていうのはファーストとサードがどこにいようと自分のバットのどこに当ててどこにワンバウンド目をさせると成功するかっていうのを理解してるんですよ。なるほど。その結果それがピッチャー前なのかファースト前なのか、ファースト前だったらあそこにワンバウンド目をさせるっていうイメージが湧いてる人は成功する。なるほど。で僕はもうね、いろんな人がチャージしてこようがチャージがなかろうがもうピッチャー前に殺すっていうワンパターンしかないんですよ、はい、あとは跳ねるのかそのままコロコロっていくのかはボールに効いてくれるんですね。へー、うん、監督という形で現場に戻られる坪井さんに対して、はいはい、こう今後期待されることってどんなところにありますか？どうでしょう、だからその独立リーグから、まあ、プロ野球選手にねこう輩出していく立場になっていくと思うんですよ、はい、現役の時の経験と、まあ、コーチにも経験されてるから、はい、いろんなまあ引き出しがもちろんあって、でもいい選手がもう逆に極端に言ったらタイガースに入ってきてくれへんかなとか。あ、いいですね。逆に坪井さんから関本さんに。テレビつけたらね出てるからね。出てない、そんなに出てない。出てなかったっけ？そんなに出てない。出てます出てます。まだね、僕ももうちょっとあのゴルフ上手くなって一緒に回りたいですね。あ、それこそぐらいぐらいね、ま、はい、笑いながらね、ゴルフやっとったいいですね。ゴルフ番組とかそれこそね、一緒にとかね。だからこれを見てるその関係者の方が僕と坪井さんのゴルフの対戦をやりたいっていう方がいたらぜひ。はい、いいですね、はい、その時はぜひ私もこっちに喋る方で、ね、顔についてる、そうやりたい、やりたいね、いいですね、うん。